ケ道院長は、鹿児島県薩摩郡にあった町。1955年に、大村、黒木村、井ム田村の三村が合併し成立した町で、2004年に、薩摩仙台市となり、自治体としては消滅した。旧町域は、現在の薩摩仙台市ケ道院長井町イムタ、ケド上手、ケ道院長下手、ケ道院長黒木にあたる。 鹿児島県のほぼ中央部に位置し、合併前は薩摩郡に所属していた。北は薩摩町、宮野城町、南は姶良町、加毛町、入木町に隣接。四方を山に囲まれ、町は主に瀬早川、久吹川、秋上げ川沿いの平野部にある。イムタ池やイムタ温泉など、自然や観光資源に恵まれ、森と湖と温泉の町をスローガンに町づくりを。 行ってきた。2004年10月11日、川内市等と合併して、薩摩仙台市となり、49年の歴史に幕を閉じた。合併から約1年後の2005年11月8日、イムタウケがラムサール条約に登録された。名称の、家道院は、紫、小山六の祈祷院神教授が後に、家道院に転化したという説があるが、中世には、 川内川中流域一帯の地域名で、けどういしの所領であった。中学校、小学校、ありがとうございます。